戸田も殺されて久喜も襲われちまうなんてな。戸田は久喜の右腕だったが、久喜の利権を狙ってた。戸田は内通者の疑いがあった。そして戸田が死んだ。犯人は当然久喜だと思った。でも今度は久喜が襲われた。ここで訳が分かんなくなっちまった。で、長が言うには戸田は資金所放火事件に関わってた可能性が高いんだろ。ああ、竹中がずっと気にしてたっていうだけで可能性だけだけどな。15年前のチャンピオン街の資金所放火事件ってのがなんかいろいろと関わってるように思えてよ。なんで？その放火事件もうすぐ時効らしいんだ。そうなのか。今回の一連の出来事、戸田殺し、久喜襲撃、全てがその放火事件の時効間際の今急に起きたってあたりはな、偶然なのか。なるほどな。じゃあ戸田が殺されたのもそもそも達也とは無関係で放火事件に関わっていたのが殺された理由ってことか。ああ、そして久喜も何らかの形で関わっていたから襲われた。そう考えれば全ての辻褄が合う。でも全くの想像だけどさ。ああ、放火事件のこともっと詳しく長に聞いとくんだった。あとは竹中のおっさんに直接聞いてみるしかねえな。そりゃ危険じゃねえか。竹中はお前を疑っている。捕まっちまったら全て終わりじゃねえか。でもここまで来たら戻る道はねえよ。前に出て切り開くだけだ。おい、竹中の携帯教えてくれ。ったく、一度言い出したら聞かないのは変わんねえな。ほらよ。どうしたんだこの携帯。必要になると思ってな。お前の分一台契約しといた。どうせ久喜から渡された携帯しか持ってないんだろ。あれじゃ誰が聞いてるかわからねえ。プリペイドだから盗聴の心配もないぜ。悪いな。ネットで買ったやつだからな、足はつかねえ。困った時は俺にならせよ。ビシッと参上するからよ。ああ、サンキュー。気をつけろよ。もしもし、竹中だ。右京だ。右京達也、お前どこにいる。探してたんだぞ。今は言えねえ。なあ、おっさん、あんたなんで俺を追いかけ回すんだ。説明するまでもない。保護観察中のガキの面倒を見るのが俺の仕事だ。冗談やめようぜ。あんたが追ってんのは15年前の放火事件じゃねえのか。なぜそんなことが気になる。今度はだんまりか。誰に聞いたかは知らんが、まああれだけ逃げ回ってるってことはいろいろ察しはついているようだな。達也、お前戸田殺しで一家からマークされてるぞ。何？長楽周辺を調査してたところ、戸田が経営する闇金事務所にお前が入っていく姿を捉えた防犯カメラの映像が出てきた。そしてその事務所からはお前の指紋が多数検出されたんだ。殺したのは俺じゃねえ。確かにあいつをぶっ飛ばしたが、この間長楽の2階の窓に生きている戸田を見たんだ。つまりあいつは生きてた。俺の目に間違いはねえ。分かった。お前を信用するよ。あ？本当に信じてくれんのか。今はな。真実はいずれわかる。それより、なんだ。お前の指摘通り、俺は戸田のことは15年前の放火事件で追っていた。やっぱり戸田が火をつけたのか。いや、そこまではっきりわからん。でもどうやら金光は放火事件の前から戸田に脅されてたみてえなんだ。聞き込みからやっとわかった。だから追っていたんだが。そこまでわかったんならその時点でとっとと捕まえればよかったじゃねえか。そうしようと思ったら突然戸田が行方不明になっちまって殺されちまったんだよ。あ、うん、そっか。で、久喜がやったのか。まあそう思うわな。だが今度はその久喜がやられちまった。俺もここら辺で訳が分かんなくなっちまった。
なんだ、何がおかしい。お前こそ日頃クキ組の連中とつるんでるのを目撃されてるぞ。何か知っているんじゃないのか。知ってたらおっさんに電話なんかしねえよ。俺が殺したと思っていた戸田は生きていて、その後誰かに殺された。もし戸田が放火の実行犯だとすれば、やったのは共犯者か、それとも放火を指示した別の人間が時効間際になってバレるのを恐れて口封じで殺したのか。でも竹中も結局俺と同じくらいの情報しか持っていないようだ。おい達也、いいか、とにかく下手に動くな。いずれにせよ相手はプロ中のプロだ。戸田殺し、久喜襲撃、それぞれの犯人は俺が必ず捕まえる。保護観察中のお前がこれ以上トラブルを起こすのはまずい。おとなしくしていろ。おとなしくしてろっつってもよ、おっさん以外の警察は俺を逮捕しようとしてんだろ。俺なりに当たってみる。なんか情報あったら連絡するよ。 おい達也、ドラゴンヒートもあと3勝で自由の身だ。今捕まるわけにはいかねえ。自由になったら戸田を殺し、久喜を襲った犯人を絶対に見つけてやる。さあどうやって探すか。
もしもし。もしもし。達也君、we'll be right back.
しゃいませ。
き潰したる。死ねよ、ゲッ。
右京。資金城について聞きてんだ。ああ、金光さんの店ね。金光さんは仲のいい夫婦でね、一人娘と親子三人ともそりゃあ仲良かったわ。娘がいたのか。あと従業員の調理場さんとウェイトレスのパートさんがいたわ。二人ともよく働く人たちでね、残念だったよな。調理場、ママだ。そう、調理場さんは中国人の方だった。父親はいなかったけど子供さんもいたな。大事にされてたね。私だ。もう一人のウェイトレスのパートは日本人で、旦那と生まれたばかりの赤ん坊がいたよな。その事件で親を亡くした子供たちはみんな引き取られたって聞いたわ。なんせ小さかったもの。何が引き取られただ。そこからは地獄だった。そのパートの旦那は今どこで何やってんだ。さあね。あ、そうそう、パートの旦那で思い出した。事件の後、そういえば変な噂が立ってね。なんだその噂って。いいね、何でも火事で奥さんを亡くした後、その旦那さんがヤクザになったっていうのよ。ヤクザに。おい、くだらないことを言うんじゃないよ。だってしばらく見ないと思ったら、旦那さんヤクザ者と一緒に神室町を歩いてる姿を見たって人もいたわよ。それは東上会の人間か。なんせ15年も前のことだからね、確かなことは覚えてないけど、この界隈だとそういうことだよね、きっと。おい、もういいだろう。すまねえな、あんな事件があると妙な噂話ばっかりが広まっちまう。思い出せんのはこんなところだ。これ以上粘っても何も出てこねえな。つまり資金城にいた金光夫婦、調理場のお前のマーマ、パートのウェイトレスは全員死亡。でも一番気になるのはヤクザになったっていうパートの旦那だ。記憶にあるか。会ったことはない。妙だな、なんで被害者がその事件を仕組んだと思われる東上会系に入る。そんなことあり得るのか。俺ならそうする。なぜ。犯人を探すためさ。家族を殺された者の恨みは強い、暴力団にだって入る。そして犯人を見つけたら殺してやるさ。ついでに組織も内部からガタガタにしてやる。ガタガタって、確かに相当な恨みはあっただろうけどな、中に入ってまで探すか。家族を殺され東上会に入った男か。じゃあそいつが戸田殺しの犯人なのか。もしもし。俺だ、久喜だ。どうした。長楽にいる。今から来れるか。長楽ってあんた、体は大丈夫なのか。大丈夫と言いたいところだが、あいにくな。とにかくお前に伝えたいことがある。長楽に来い。わかった。店の裏に龍が描かれた壁がある。そこに着いたら電話してくれ。いいか、一人で来いよ。ああ、わかった。長、すまん、ちょっと呼び出しが入った。また何か分かったら連絡取り合おう。分かった、俺も連絡する。じゃあな。竜の目玉のところに手を当てろ。
病院から出てきて大丈夫なのか。まあ今は病院も危なくて仕方ねえからな。でも死ぬ前に一つだけお前に直接伝えたくてな。縁起でもねえこと言うなって誰にやられた。わからん。俺はそこら中で恨まれてるだろうよ。他の組からの妬みも数えきれねえからな。あんたに一つ聞きてえことがある。待て、その前に俺の話を聞いてくれ。お前が知りたがっていた戸田の件だが、俺はお前をはめていたんだ。やっぱりそうか。どういうことだ。戸田がお前に倒された時、最初は俺ももう死んでいるのかと思った。だが近づいて意識と息はなかったが、脈はあった。生きていたんだ。じゃあ俺が見た戸田は幻じゃなかったのか。やっぱりあの時死んでなかったのか。ああそうだ。そこで俺は仮死状態に陥っていた戸田を見て思いついたんだ。お前をドラゴンヒートに参加させる計画を。とっさの思いつきだったがな。なんだと？実は隠れて戸田とお前の戦いぶりを見ていたとき、正直衝撃が走ったんだよ。多分ボクシングのトレーナーが世界チャンピオンの素質を持った金の卵に出会ったときとはこういうことを言うんだとさえ思った。だったら世界チャンピオンにしてくれってんだ。でもなんでドラゴンヒートに。実はあの頃うちの組はとんでもない状況に陥っていたんだ。あれは数年前からのことだった。東上会の裏カジノ、風俗、違法店舗が警察にガサ入れされる事態が頻発した。その様子を見た東上会本部は直系組内に内通者の存在を疑った。だが当時そんな状況とは裏腹にうちの組はドラゴンヒートのしのぎで急成長をしていた。そしてうち以外の組の連中はこんな噂をし始めた。俺がその勢いのまま東上会ごとを掌握するために他の組を売っているんじゃないかと。武器、あれ、うちの組のカジノを売って札の点数稼ぎとはやってくれるの。お前んところの犬、はよ出せや。本部からも他の組からの疑いを晴らしたければ内通者を自ら探し出せと強い指示を俺は受けた。俺は焦った。だが実は俺にはあるコネがあった。ここか。そのコネというのが鷲尾という男だ。ヤツと俺はカムロ小学校からの幼馴染だった。だが俺は国道、奴は警察という正反対の道に進んでいた。何？警察の人間に知り合いが。じゃあその鷲尾に内通者を聞けばいいだろうが。もちろんそうしたさ。だが奴は変わっていてな。捜査一課を束ねるエリートのくせに女好きでギャンブル狂いの格闘技好き。ドラゴンヒートにもちょくちょく顔を出してはかけたりするのも好きなやつだった。俺が言うのもなんだが、あいつこそヤクザも警察も超えたとんでもねえ器の持ち主だよ。そして俺は内通者を教えてくれるよう頼んだんだ。東上会に警察の内通者がいるらしい。誰か知ってるなら。何の話だ。頼む、教えてくれ。いいだろう。ただし条件がある。
なんだ。ドラゴンヒートはお前のしのぎだったよな。それがどうした。そのドラゴンヒートの伝説のファイターを超えるやつを見たい。ん？まさか。そう、つまり10連勝するファイターだ。嫌味のやつだな。一昔前ならいざ知らず、今の体制でそんなヒーローが生まれないことぐらい知ってるだろう。ドラゴンヒートは各組が持ち回りでファイターを送り込んで勝負させるシステムだ。一人が何連勝かすれば、次からはそれぞれの組がとてつもないやつを送り込んでくる。10連勝なんて無理に決まってるだろう。ふん、つまらん時代になったな。まあ、私がお前の立場でも諦めるかもな。体制には逆らえない。体制にはね。悲しいかな。どこの世界も一緒ってことか。でも、それができないとなると、犬探しは諦めてもらいたいね。な。クキ、あそこは本来、みんなが夢を見るところじゃなかったのか。お前は自分の組のしのぎ以上に、夢を見させる場所を仕切っている喜びを感じていたんじゃないのか。俺はそう思っていたんだがな。お前が俺に夢を見るのを諦めろと言うなら、お前も自分の要求を諦めろ。それで俺を利用して10連勝を試みようと。そういうことだ。内通者を炙り出さないとうちの組がヤバいってのもあった。だがな、わしをに言われた何気ない一言で俺も自分の気持ちに気がついた。確かに俺もドラゴンヒートを昔のように、いや、あそこが生まれた原点に帰って、純粋に男たちが己の力と胆力を磨く場所に戻したかった。そんな時お前に出会った。お前のギラギラした目を見て、もしかしたらお前ならこのシステムを破壊してくれるかもしれねえって思ったんだよ。おい、おい、クキ。俺が死ねばお前は自由の身だ。お前が戸田の事務所を襲ったビデオはすでに処分してある。え？だが最後に俺の頼みを聞いてくれないか。なんで？達也、10連勝しろ。いや、頼む。してくれ。頼む。わかった。本当か？俺もドラゴンヒートというとんでもねえとこに来てからは、毎日死ぬ思いだった。でもあそこに来れたことに感謝してるとこもあんだ。わしおとの密約は俺以外誰も知らない。そして密約の中身はお前が引き継ぐようにわしおには言っておいた。つまり内通者が誰かということを俺にか。ああ、そうだ。結局内通者が戸田を殺してあんたもやったのか。俺の場合はそうかもしれん。俺が警察の幹部とつながっているのを知って、俺の存在が邪魔になったのかも。しかし戸田の場合は襲う理由がない。じゃあ秩父山中に埋めたのは。わからん。あの時はとぼけていた。誰が殺し、誰が埋めたのか、俺も気になって焦っていた。だが、あれはプロの手口じゃない。我々ならあんなに簡単に見つかるところに、埋めやしねえよ。どうした？そうだ。手がかりがあるかもしれん。なんだ？なんだ手がかりって。戸田が大事にしていたマイクロカード手に入れろ。マイクロカード？あいつは
録音する癖がある。人の弱みを握るとき、大事な取引のとき、いろんな人間との会話を録音し、そして必ずマイクロカードにデータを収めるはずだ。そこにきっと。それには何が入ってんだ。それはどこだ。どこにある。カモノの。おい、クキ、どこだ。マイクロカードはどこにあるんだよ。くそ。結局クキを襲ったのは誰だったのか。内通者か。そして内通者は戸田殺しにも何らかの関わりがあるのか。俺のブレスレットを盗んで現場に置いてったってのもそいつの仕業か。わからないまま戸田もクキも死んだ。だが内通者が俺と死んだ彼らの関係をどこまで知っているのかもわからない。いずれにせよ戸田殺しの犯人を見つけない限り濡れ衣は晴れない。内通者が鍵を握っている。だが内通者を知るには今は10連勝するしかないんだ。和尚に言われた何気ない一言で俺も自分の気持ちに気がついた。確かに俺もドラゴンヒートを昔のように、いや、あそこが生まれた原点に帰って純粋に男たちが己の力と胆力を磨く場所に戻したかった。ついでにその気持ちも覚えとくぜ。目が覚めたかね、右京くん。誰だってね。質問するのは私だ。お前に答えることなんかねえよ。おやおや、ずいぶん冷たいね。それじゃあわざわざ君を連れてきてくれたお友達に申し訳ないと思わないかい。ねえ、榊天馬くん。天馬。達也、すまん。どういうことだよ。君はね、売られたんだよ。さあ、クキから聞いたんだろう。データのありかを教えてもらおうか。なんだそれ、知らねえな。そういうつまらない嘘は聞きたくないね。さっさと答えないと君もお友達もとても不幸な目に遭うことになるよ。知らねえもんは知らねえ。クキは何も言う前に死んじまったよ。いつまでその威勢が続くかな。なんだ。達也、待てこら。お前ら、あのバイクを追え。ふん。もう大丈夫だ。あいつら何なんだ。わからねえ。でもいよいよ内通者が俺に対しても手を打ち始めたか。内通者。ああ、東城会内部に警察に情報を売ってる奴がいるらしいんだ。裏切り者か。そうだ、クキも戸田も俺もそいつが襲ったのかも。ただの裏切り者じゃないな。なぜだ。我々にも裏切り者はいる。裏切る理由もいろいろある。情報を売って金にするくらいなら確かに裏切りだ。だが内部の人間に手をかけるようなのは裏切りじゃない、恨みだ。内部からガタガタにしようとするのは。ガタガタ。それ前にも言ってたよな。え、ああ、放火事件の後に東城会に入ったかもしれないというパートの旦那の話の時。そいつがやはり内通者なのか。筋は通ってるな。みてえだな。すまん、ちょっと急がなきゃならねえんだ。また連絡する。あ、なんかしてやれることはあるか。その旦那の名前が知りて。でも難しいか。お、達也。達也。
すまん。一体どうなってんだ。カモノの。マイクロカード。カムロ町の案。くそ。一体どこにあんだ。竹中のおっさんに頼んでみるか。もしもし。うん、俺だ。達也か。どうした。カムロ町のアンって場所に心当たりはあるか。いきなりなんだ。いや、どういう意味だ。クキが死んだ。何？襲われたのか。いや、俺を呼び出してメッセージを残して死んだ。そのメッセージがさっきの。ああ、戸田はマイクロカードにいろんな人間とのやり取りを録音していて、そのデータをアンって場所に隠したらしい。おっさん、ちょっと調べてみてくれねえか。あった。何か分かったら連絡する。よろしく。アンってなんだ。人名か地名か。くっそ、体中が痛えぜ。明日もシャエだっていうのによ。これはひどい。どこで何をやってたんだ。肋骨にも肉離れ。
今までで最悪のコンディションだな。どうするのよ、そんなコンディションで。師匠、相手は荒牧。仁岡組が連れてきたフランス外人部隊崩れの傭兵よ。今までで最強の敵と言ってもいいかもしれん。何言ってんだよ、俺は今7連勝中だぞ。今日も軽くひねってやんよ。今日だけはその姿勢は改めた方がいいわよ。戦場で命を懸けて修羅場をくぐり抜けてきた傭兵よ。しかも現役、格闘家とは人間の種類が違うわ。傭兵？傭兵ってなんだ？あらら、そこから説明か。つまり彼らはお金で雇われた兵隊。それが？ああもう、つまり非合法な戦争商売よ。傭兵ってのは何人も人を殺した経験がある連中ってこと。そうだ、やるかやられるかの場面にずっとさらされていた連中だ。それも自ら進んで。奴らの恐ろしいところは攻撃に迷いがない。やられる前にやる、それだけだ。でもそんな化け物をどうやって呼び寄せたんだろう。荒牧、調子はどうだ。まあいつも通りです。相変わらず素敵な女性を連れてますね。紹介するよ、ユリカだ。はじめまして。和尚さんのお知り合いなの？ああ、こっそりこの日のために呼んだんだ。俺の愛弟子であり元警察官で公安の後輩だ。達也君は気の毒にな。頑張ってくださいね。あなたのような美女から声援を受けて負けるわけにはいきませんね。ユリカ、ちょっと席を外してくれ。うん、じゃあ先に席に行ってるわね。少しまずいことになってる。あいつに10連勝されると搭乗階に潜っている内通者を教えなければならないんだ。わしおさん、まだそんなブラッコなことやっているんですか。相変わらずスレスレですね。でもそんな約束守ることないじゃないですか。そうしたいところだが、その約束に絡んだ搭乗階のいろんな人間が死んでる。約束を破り、そのことがもしバレれば連中もなりふり構わず本気を出す。俺もただでは済まない。なるほど。しかも内通者の名前を伝える相手は今日の対戦相手なんだ。そのためにも必ず倒せと。そうだ。ま、簡単に終わらせます。おい、絶対に気を抜くな。本来ならお前は傭兵以外の別の罪で死刑囚の立場だったんだぞ。忘れたのか。いいえ。それを救ってやって、こうやって使ってやってるのは誰だ。お前のボスは俺だ、分かってるのか。右京達也、久喜との約束とともにお前にはここで眠ってもらう。10連勝という夢を果たせずにな。久喜、やはり夢は夢のままがいいのかもな。ヘイヘイヘイ、盛り上がってるか。今夜の試合に立ち会えた会場のみんなは超ラッキー。なんせ最高最強のアルティメットバウトをお届けするぜ。まずはチャレンジャーからだ。フランス外人部隊でワールドワイドに活躍し24の勲章を引っ提げた超ワイルドな男の登場だ。ソルジャー荒牧剛。相当ボロボロだ。持って3分飛ばさないとヤバいぞ。ああ。対するドラゴンヒートに豪快な炎を吹き焦がし対戦相手をなぎ倒し続けるこの男、積んだ屍の数は1, 2, 3, 4, 5, 6, 7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 ,
何を考えても仕方ねえ。やってやる。オンザヘッド、ザメッドドラゴン、ウキョウタツヤ。クキと約束した時とは状況が大きく変わってしまった。警察の犬が搭乗階内にいると知れれば、俺の立場がヤバいだけではない。騒動が起きたついでに放火の真犯人が逃げてしまいかね。それだけは避けたい。今お前に10連勝されるといろんな意味で困るんだよ。右京、悪いがお前には負けてもらうよ。達也、頑張ってくれ。荒牧は軍隊式格闘技コマンドサンボの使い手よ。組まれたら危険、遠距離で相手を牽制して。荒牧の投げは殺人級よ。の投げは殺人級よ。荒牧の投げは殺人級よ。いい勝負だったわ。
さすがに今日はしんどかったぜ、はあ、当たり前よ。肋骨合計4本、鎖骨にひびが入って肉離れは8箇所。ほんと生きてるのが不思議なくらい。お前をそこまで動かすエネルギーには驚くな。ただ強くなってきただけじゃない。最強を求める以外に何か理由が他にもあるのか。何もねえよ達也。天魔おっさん、サキ、悪い、ちょっと天魔と二人にしてくれるか。うん。達也、お前を、お前を裏切っちまった。何があった？ぶっ飛ばさねえのか？事情があんだろ。そんなこと関係ねえ。俺がお前を撃ったことに変わりねえんだ。気の済むようにしてくれ。いいから話せ。半年ほど前からだ。実家の料理屋の客の入りがだいぶ減ってきていたんだ。親父は店を維持するために店を抵当に入れ、銀行から金を借りてた。でもそれでも店はうまくいかず、もう貸してくれるところもなくて。でもある日、貸してくれるという金融屋が店に来たんだ。だがこの間、その金融屋の奴らは期限前に全額金を返せと言ってきやがった。返せなければ店を売り払うか、親父を殺すと。そしてその後、黒ずくめの男が俺に声をかけてきた。達也の情報を渡せば金の支払いは待ってやると。お前に GPS がついた携帯を渡し、居場所を教えるように言ってきた。そうか、 GPS がついてたから俺がクキのいる長楽へ行ったことが分かったのか。で、クキが俺に何か言い残したと思って俺を拉致ったってわけか。そいつら何者だ？わかんねえ。せっかく信用してくれたお前を俺はで殺す。好きにしてくれ。覚悟はできてる。ああ、絶対絶対にぶっ殺してやるよ。俺の仲間を利用した汚ねえ連中をな。天魔、お前に辛い思いをさせちまったのは俺のせいだ。達也、俺はお前が裏切ったなんて思っちゃいねえよ。荒れてた俺をずっと信じてくれたのはお前だけだ。だから俺はここまでやってこれた。それにお前が言ったんだろ、俺たちはダチだ。大丈夫か？大丈夫じゃないわよ。ほらほら、横になって。天魔くん、シップ取って。はい。荒牧、いや、奴の怪我も気になって見てきたんだが、いないんだ。奴が戦っている戦場とはどんなところか想像がつくか。さあな、戦争だろ。周りが敵だらけってことか。そうだ。だが戦争にもいろいろ種類がある。種類？そうだ。お前、あの天魔とかいう友達と殺し合えるか？そんなことできねえよ。だが例えば内戦は同じ国民同士が戦う。今日まで酒場で一緒に飲んでいた友と次の日に殺し合うこともある。そういう戦場もある。だが友達だと思ってひるんでいたら自分が殺される。だから戦場の戦士は自分に向かってくる者は全て打ち倒すのみ。迷ったらあの勇気だ。そしてそういう場が感情を抜いた機械のような無比の強さを生む。でもそれじゃロボットと同じじゃねえか。そうだな、さしずめ殺人ロボットだ。
だがそれもまた強さの一つ。そして戦場ではその強さが求められる。お前は人を大切にする強さを手に入れた。それは素晴らしいことだ。だがいざという時に感情に左右されず迷わないことも大事だ。じゃあどっちが強いんだよ。どっちが本物の強さなんだよ。難しいな。何？お前はロボットになれるか、なりたいか。無理だね。それがお前の答えであり哲学だ。自分らしく戦う、それが最も己の強さを引き出す。覚えとくよ。で、あんたはどっちだと思う？俺自身か。もう忘れたな。なんだよ。さあ引き上げるぞ。どうした？内通者かもしれない奴の名前分かったぜ。マジか。誰だ？図書館で新聞の縮刷版を調べたんだが、15年前の事件の扱いはなぜかかなり小さくてな。金光夫妻と他従業員2人が死亡としか書いてなくて参ったかな。じゃあどうして分かったんだ？俺ら古老会のことを取材していた新聞記者に聞いてみたら、その記者の元部下があの事件の担当だったんだ。そいつに会えたんだよ。なんだと？そしたら覚えてたんだ。遺族を取材した時のことを。まあまあ失って泣いてた10歳だった俺と、それから最愛の妻を亡くし拳を震わせていた男のことを。誰なんだそいつは？男の名前は野木徹。プロボクサーだったらしいが、その後しばらくして煙のように消えちまったらしい。野木？ボクサーだと？野木、あ、花屋の言ってた9連勝したってやつか。結局遺族を取材した記事はカムロの土地再開発の闇ってシリーズ連載にしようとしたんだが、どこかから新聞社に圧力がかかって結局掲載できなかったらしい。じゃあその乃木っていうのがなぜか自分の妻を殺した登場会に入ったっていうやつなのか。でもそいつは本当に内通者なのか？俺はやっぱり妻への復讐へ組に入り、内部から組をガタガタにしようと企んだんだと思うがな。元ボクサーの乃木。それからもう一つ気になることがあるんだ。なんだ？いや、やっぱ確かめてから話す。おい、ちょっと待って。乃木、妻を15年前の放火事件で亡くし家族を捨てて登場会に入った男、一体何者なんだ？伝説の傭兵も平和ボケしたか。待ってください。命乞いする傭兵か。見たくもないわ。お前のおかげで尻に火がついちまったぜ。さっさと消えろ。